どうも、整体師のあきです。本日はですね、僕の食べているご飯を紹介しようかなと思います。視聴者の方からですね、何食べてるんですかみたいなことをちょっと聞かれたんで、まあ、ちょっとお答えしようと思って、今ちょっと動画撮ってます。まあ、今日の昼ご飯のメニューをちょっと見ていただこうかなと思いますので、ちょっとバッと行きましょうか。はい、じゃあこちらですね。はい、こんな感じでございます。まずご飯から行きましょうか。これ、混ぜご飯、おにぎりなんですけど、しらすと玄米のおにぎりですね。はい、釜揚げしらすと玄米のおにぎりです。ちょっと僕、握りつぶして形悪くなったんですけども、こういう感じでおにぎりなのと、あとこっちは、鰹節と玄米のおにぎりですね。これごめんなさい。僕食べちゃってたんですよ。で、食べてる時にハッと気づいたんで、まあ一応こんな感じで、ちっちゃくなっちゃってます。はい。でも、そんな気にしないでくださいね。一応こういうもの食べてます。で、ご飯類はこんななんですけど、おかず、今日のおかずなんですけども、よいしょ。で、今日のおかずが、これがですね、ピーマンの、揚げ煮浸しみたいな。煮浸しですね。ピーマンの煮浸しと、あと、茄子の浅漬け。はい。これ、水茄子の浅漬けなんですね。僕の地域って泉州っていうところなんですけど、泉州の水茄子の浅漬けってめっちゃ有名なんですよね。はい。で、だから、これはお家で、ぬか漬けっていうののぬか床があるんで、で、そのぬか床に水茄子を取ってきたものを入れて、で、浅漬け、ぬか漬けにしているっていうところですね。で、あとはこれが、かぼちゃの、煮込んだものですよね。味付けとしては、砂糖と醤油とみりんとお酒を入れて、で、まあ、和風の、甘辛く炊いたような味があります。で、基本的にうち、これはちょっと、薄味になってますね。うちの娘も、食べるようなものなので、ちょっと薄味仕立てになってます。はい。で、こちらに関しては、ちょっと、大人も食べれるように、醤油とみりん、で、味付けしています。まずピーマンを、何ですか、オーブントースターで焼いて、で、焦げ目をつけまして、で、焦げ目ついて、で、その中にですね、醤油、お醤油ですね。まあ、できれば、薄口醤油と、そして、みりんを入れて、ちょっと、フライパンとかで煮立たせるんですね。アルコールを飛ばすんですね。で、煮切ったみりんっていうのと醤油を混ぜて、で、あと、ここにバーっと、ピーマンのところにかけてあげて、漬け込んであげるだけで、今日煮浸しって簡単にできちゃいます。はい。っていうのが、今日のおかずですね。で、あとは、これ、お味噌汁ですね。で、お味噌汁なんですけども、ちなみに今は、いりこだしっていうのを取ってます。うちの奥さんのお父さんが、瀬戸内海の伊吹島っていうところで、そのいりこが、特産の町なんですね。で、そちらで、年に一回ですね、いりこを親戚の方から送っていただけるので、ほんとね、もうスーパーの、15リットルぐらいの、袋いっぱいに、もういりこがたっぷり入ってるっていうのが、送られてきて、それをいただけるんですね。で、そこから取ったお出汁で取った味噌汁ですね。で、それで中身は白菜と人参と、あとは青さのりですね。はい、海藻類の青さですね。そういったものが入っております。はい。これがお味噌汁。で、あとはこれが、間食用のナッツですね。で、ナッツなんですけども、基本的には、70g 以上、合計で 70g 以上は取らない方がいいっていうのがありますね。はい。ですので、あんまり、こう、量を取らないようにするために、こういった小さいところに入れて、食べるようにしています。まあ、厳密に言うと、なんか、くるみとか、カシューナッツとか、アーモンドとか、いろいろ、何ですか、この時間とか、食べる量っていうのは決まってくるんですけども、それを言い出すと、あれなんで、また別で動画撮ります。はい。っていうところで、まあ、でも、定量、あんま食べ過ぎないようにっていうところで、これだけにしているっていう感じで、これが僕のお昼ご飯でございます。というところで、お昼ご飯はこんな感じなんですけども、普段からですね、そのオーガニックのものばかり食べてるのかっていう質問もあったんでお答えすると、実はそうではないです。オーガニックのものばかりではないですね。確かにオーガニックのものを極力選ぶようにしていますし、無添加のものを極力選ぶようにしています。だから加工食品とかは全く食べないように、ほんとスーパーに行ったら素材だけ買いに行くっていうことを意識してやっておりますが、しかしですね、すべての食事で、そのオーガニックのものばかり取ってる方はそうではないです。はい。大体言うと8割、2割ぐらいじゃないですか。8割ぐらいは食事に気をつけてます。そして残りの2割は遊ぶようにしています。はい。残りの2割っていうのは、お刺身食べたりとか、お肉食べたりとか、加工食品取ったりとかも、たまにはします。
はい。なぜかというと、食はエンターテインメントだと思ってるんですね。はい。食っていうのは、やっぱ幸せですよね。人生の楽しみ、豊かにするために必要なことですし、あと誰かとコミュニケーションを取る際にも絶対に必要になるもんだと思ってるんですね。普段から僕はね、普段から僕はもう孫は優しいっていうものを、基調にして、僕は孫は優しいっていうものを、基本的に食事を取ることにしていますっていうのを言っていればですね、やっぱりその食事、友達とかと行った時に、なんやこいつみたいなことになっちゃうわけですね。そうです。で、僕自身もやっぱりそういったものを食べるのも好きなんですよね。体にとって悪いものとか、牛肉とか、お魚とか、お酒とかっていうのも意外と好きで食べるんですね。だから、普段の食の割合としては8割2割で考えてます。8割は普段からこういった孫は優しいの食べ物ばかりを食べるようにしています。はい。で、残りの2割は、友達との、友人との付き合いであったりとか、お酒を飲んだりだとか、自分の楽しみとして、そういったものを食べるようにしているっていうところですね。だから、すべてがオーガニックのものを取ってるかって言ったらそうではないです。そういった、体にとって良くないよって言われてるものは、もう取ってたりはします。で、まあそういったところでですね、じゃあ体にとって良くないものを取ってしまったら、また結局体に毒素とかも溜まってしまうっていうこともあるんですけど、だからこそ僕は年に2回ですね、1月と6月、もしくは7月にファスティングっていうのをやって、で、リセットするようにしてるんですね。ずーっとね、このオーガニックのものとかね、体に良いものを孫優しいばっか食べれたらいいですけどもね、それだけだったら僕思わないと思ってるんですよ。食はね、やっぱりね、楽しいものでありますし、美味しいものもいっぱいあるじゃないですか。そういったもの食べられないっていうのは悲しいから、そういうものを食べます。でも食べたら、やっぱ体にとって良くないこともあるじゃないですか。マクドナルドのハンバーガーとかね、ああいったものも食べたくなる時もあるじゃないですか。でもあれを食べるのであれば、ファスティングをしてリセットをしましょうっていう風に考えてるんですね。だからまあ食べてもいいかみたいな感じで食べるようにしてるってところですね。はい、っていうのが、私の食生活でございます。これでご参考になったでしょうか。またですね、何かご質問とか気になる点とか、聞いたこととかあればいつでも言っていただければなと思います。はい、というところで本日もですね、動画をご覧いただき本当にありがとうございました。